大ヒットご当地パンランキング第5位、兵庫県のあん食。食パンの中にはあんこがぎっしり。粒あんを生クリーム入りのふわふわのパン生地に混ぜ合わせた新感覚の食パンです。トースターで軽く焼くと香ばしさと甘さの絶妙なバランスで止まらない美味しさに。通信販売でお取り寄せも可能です。第4位、神奈川県のポテチパン。神奈川県横須賀市で半世紀近く愛されているのがポテチパン。その名の通り、ポテトチップスが大量に投入されているパンなんです。横須賀市出身の斉藤慎太郎アナウンサーは、マヨネーズとそれからシャキシャキとしたキャベツの食感があるんですけど、その後からですね、ポテトチップスの海苔塩の風味がふわーんとしてくるんですよね。おしゃれに行くのが横浜、ちょっと三の瀬も行くのが横須賀みたいな、おしゃれな料理というよりはこういうちょっと頑張った感じがすごく横須賀っぽく親しみやすくいいんじゃないですか。第3位、福島県のクリームボックス。ふわふわの厚切り食パンの上にミルク風味のクリームがたっぷり。今では市内の多くのパン屋で競うようにオリジナルのクリームボックスが売られている郡山市のパン屋さんの定番商品です。福島県出身の高野貴博アナウンサーにその魅力をリポートしてもらいました。こんもり盛り上がってるの分かります？これ普通の食パンにさーっと塗ってるだけじゃなくって、このクリームがてんこ盛り山状のようになっている。これ贅沢です。素晴らしい。これがね、福島マインド。あ、来た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 。どうですか？うわ、おー、チーズのように柔らかくちぎれました。触った感じとってもね、しっとりしてるんですよ。そしてお味は？おいしい、おいしい。濃厚なんだけども喉越しが柔らかいし、あっさりしておいしい。くどくない甘さ。これはね、何個でもいける。通販はありませんが、毎週木曜日と土曜日限定で東京駅にある東日本の特産品を扱うのもので購入も可能。クリームボックス、これをね、ぜひとも召し上がっていただきたい。福島、美島、ぜひとも来てくんじゃ。第2位、高知県の帽子パン。まさに帽子の形。膨らんだ生地にカステラ生地をぐるぐる。焼き上げると帽子パンの出来上がり。高知県出身、柳瀬隆先生の帽子パンくんもいるよ。大ヒットご当地パンランキング栄光の第1位は、ご当地パンランキング第1位は、静岡県のハリスさんの牛乳あんパン。牛乳を練り込んだしっとりとした生地にこしあんとソフトバターがたっぷり。1位は静岡県出身の入社1年目、高柳光希アナウンサーが熱血リポートと思いきや。どんなパンなんですか？これお恥ずかしながらちょっと勉強不足で初めて見て、静岡の浜松市出身で、まあ、そこからちょっと200キロぐらいあるので下田にも行ったことがなくて、入社1年目、静岡県出身の高柳アナがまずはリサーチをし、その魅力を渾身のリポート。口に入れた瞬間にまずバターの風味が鼻から抜けて、その後にあんこの甘さ、こしあんなんですけど滑らかな舌触りですごく美味しいです。下田に行った際はぜひ皆さん食べてみてください。そしてお取り寄せもできるということなんで、全国の皆さんもぜひお召し上がりください。